ことには攻めにつながりません、ここは岩清水がよく見切りました。日本ボールのスローイン、熊谷、澤、苦しい流れが続いてどうしてもキャプテン澤穂を高い位置、つまり狙うゴールに近い、カット、川澄、長里、中央には丸山、逆サイド宮山も来ている、丸山シュート、宮山詰めるか、宮山ゲット、日本同点、追いついたなでしこ。追いついた、追いつきました、なでしこジャパン、宮山今大会2ゴール目、いいところでボール奪いましたからね、これね、高い位置、はい、でここで長里が辛抱して切り返して、丸山中で潰れた、宮山よく走っていた、大橋さんがかねてから言っていたこの人走り、はい、この頑張りが功を奏したということが言えるでしょうか。懸命にビューラークリアを図りましたが、そこに宮山、やはり前で絡むとね、何か起こりますからね、まさに日本の武器、コーナーキック、宮間、サバ合わせた、同点、またしても奇跡が起こりました。素晴らしいね、澤穂希大会6ゴール目、なでしこは強い、まあ、一瞬やっぱり相手より先下がってますからね、はい、野田さん、さあ PK 戦の始まりです。先に蹴るのはアメリカ、シャノンボックス、3度目のワールドカップ、34歳、守るキーパー海堀歩美、この大会で一段とメキメキアジャストして力をつけてきたキーパーです。読んだ、止まった、ポスト外した、海堀ガッツポーズ、足か、最後足、カイホリ残した足、よくね、足、場内お聞きの通り大変な不思議などよめきに包まれ始めています。さあ日本の一番手、とにかく確実に宮間、そうですね、一番手大事ですからね、これ過ぎます。そしてほとんど表情を変えずニコッとしてベンチの方を指さします。大丈夫、私は大丈夫、このガッツポーズです、野田さん楽しんでますね。一人目が止められたアメリカ、2番手カーリロイド、なんということだ、これはかなりやっぱプレッシャーを受けてますね、精神的にね、どちらかというと追われる側のアメリカ、チャレンジする側のなでしこ、相手が外した瞬間の今、なでしこベンチ前、2人目、今日は後半途中に投入された、普段ドイツでプレーして実績を残している長里勇気、止められた、
コースを読まれた格好でしっかりと止められてしまいました。ホープソロ2人ずつ蹴ってまだ1人しか成功なし。先に蹴るアメリカ、3人目途中投入トビン・ヒース、カイホリー野田さん当たってますね、まだ分かりません。これで坂口が決めて、この後のキッカーアメリカが外したり失敗すると、なでしこ初の世界の頂点。さあ坂口瑞穂、いろいろな思いを込めて、あっと読んではいたが決まった。少し間があって両手を広げてほっとした表情、ガッツポーズ。大橋さん、はい、世界の頂点が近づいてきました。本当ですよね。非常に落ち着いて日本の選手 PK 戦戦っていると思いますね、はい、ワンバック、これは決めた。しかしまだ優勢なのは日本です。これ決めれば日本優勝です。ゆっくりとペナルティースポットに歩み寄る。さあボールを拾い上げる熊谷紗希、20歳の熊谷に託されます。素晴らしいゲームだったですね。テレビご覧の皆様、なでしこ勝ちました。世界の頂点に立ちました。